足利尊氏を主人公にした歴史小説極楽征夷大将軍で去年直木賞を受賞した垣根さんに諫早市の大久保市長から市民栄誉賞が贈られました。市民栄誉賞を受賞するのは元体操選手の内村航平さん、俳優の役所広司さんに続いて3人目です。おめでとうございます。25年近くですね、物書き家業でやっておりまして、こうやって地元から市民栄誉賞なるものをいただけることができましてですね、まあとても感慨深いです。本当に式には市民や関係者合わせて274人が詰めかけ、トークイベントでは垣根さんがふるさと諫早での思い出を語りました。有明海 の静かな海が割と一番好きでした。学校の帰りとかも自転車で、高校の時もぐるーっと わざわざ有明海 の沿岸を回って家まで帰ってたりもよくしてたので、副賞の賞金も辞退した垣根さんは、賞金を文化振興や市内の図書館の本の購入に充ててほしいと話しました。